こんにちは、こんばんは、 WGSL です。今夜の動画は風純プロのショット、規格外のショットを最後まで堪能していただきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。お世話になっております。神でございます。年でございます。松でございます。風純でございます。現社長でございます。奥田です。そこは、そこは、はい、今夜の動画は、はい、風純プロのショット、本当に魅力的なショットですよね。はい、そうですね。ということで、ちょっと風純プロの魅力に迫ってみたいなと思うんですけども。そういう感じですか。はい、風純プロね、今ね400ヤードを45インチでワンオンするんですよ。45インチですか。さすがに軽く振ってとかじゃないですよ。狙いに行くってことは振りに行ってるんですけど、はいはいはい、それでもいけると思う神経が分かんないですけど、ね、はい、まずそれ言ってたんが、はい、いや、いけるかなと思って、はい、それってグレー悪夢待ってたんですか。あ、はい、400ヤードのグレー悪夢待ってるって、もう後ろ迷惑やろって言ったら、いや後ろ来てなかったんで、そりゃそうやね、そこら辺はやっぱ見ながらやってると思うんで、ね、はい、すごいなっていうところなんですけど、風純プロってね、僕の元来た時が高校生だよ。はいはい、高校生。はい、老け玉の250ヤードのフェーダーでした。老け玉の250のフェーダー、はい、クソみたいなスイングしてましたクソクソ、はい、思考もクソでしたね。ドライバーのせいにしてたんで、ああ、ギアのせいに、道具が悪い、道具が悪い、なるほど、道具が悪い、ロフトがもっと立ってるやつにしないと吹けるんだ、なるほど、はい、でシャフトはもっと硬くするべき、なるほど、はい、っていうアホでしたけど、まあ僕は一言ね、はい、いや、スイングのせいや、はい、はい、その結果がそういうことです。はい、そうです。スイングを変えたらこういう風になったんですけど、はい、じゃあスイングどうやって変えたんかですね。まず、どっから変えたでしょうってことです。風純から変えた。どっから変えた。そう、人それぞれ違う。マスターやったらあっちの、ね、あの腕から変えてる。なるほど。風純プロはどっから変えたでしょう。風純プロは最初に行ったよ。はい、ん？これですか。それ？それやと思う。風純プロは。まあ、右サイドの仕事は当然ですよ、ね、当然ながら、それは当然として、はい、右サイドの仕事の中でも何かなっていうことですよね。まあ、その中でも、まあ、ね、マスターのように、どっちの腕からっていうのかもあるけど、分かった、はい、右足、右足から変えた、お、どうしてプロは、ひっくり返し、ひっくり返しから変えた、はい、さあ、何から変えたでしょう、今、どっちか当たってましたか、んどっちか、僕かマスター当たってたんですか、当たってない、あら、珍しく松さんが外されてましたね。そう、ブロマガではビンビン当たるのに、ね、確かに確かに、ブロマガやったらほぼ正解してくるんだけど、すごいですよ、まるでやることを知ってて答えを知ってるかのような、いやいやいや知らないですよ、ズバズバ与えられるよ、さすがだなと。今日は風純プロは何から変えたかっていうと、あの頭の悪さから変えたそこそういうことか、なるほど、そうそう、でも本当にリアルなこと言うと、うん、インパクトのイメージから変えました。あー、なるほど。風純プロはもともとはやっぱ僕の元に来て車で習ったことが、右膝を左に寄せて、はい、エセハンドファーストでのロフトを立てまくる、要は右手下状態の、はい、これで老け玉ですよ。なるほど。老け玉で250ヤードしか飛ばなかったんですよ。今流行ってますよね、でもそのスイング、なんかね、ね、そうですね、YouTube、 他の YouTube 見てたら、はいはい、あれで飛ばないんですよ。まあ、そうです、ね、あれで飛ばなかったんです、そうです、ね、はい、別にその理論を否定するとかそんなんどうでもいいけど、うん、それは勝手にやったらいいや、はいはいはい、ただ結果として風純プロはそのスイングをしてて飛ばなかったんですと、うん、はい、いうことで、そのインパクトのイメージから変えてもらいました、ね、はい、っていうところが一番最初です。そこからアクションに入る前ですね。まずはそこなんだ。まずはそこですよ。だから皆さんもね、あの脳内をまず変えないとスイングって変わらないです、ね、確かに、はい、正解っていうのはどういうものなのか、うん、ところから変えていくと、やっぱね、どれが正解とするかですよね。あのジャパン的な悪しきボディーターンスイングが正解とすると、うん、WGSL のスイングって、なんやねあのスイングなるほど、うん、右足頑張って粘ってんのか、うん、はいはいはい、でアホみたいな思うわけじゃないですか、はい、解説者みたいに、はい、解説者みたいに、はい、だからああいったところを一つ一つ変えていくとこから風純プロの場合は始めましたね。トシプロにはそんなこと言ってないですけど、なるほど、まあ、トシプロのスイングもまあバグってたんで、まあまあ、基本バグってる人たちが、まあまあまあ、基本的にそうだって、だって基本的にくるこくるこ全フェーダーやった、天才ぐらいじゃないですか。純也学生の子がフェーダーしかいないんですよ。そらプロゴルフはフェーダーだらけになるわ。そうか、ではアマチュアもそらフェーダーなんですよ。あんまりいないです、あのジュニア学生ドローバンバン打ってる子って。いないな、あんまり、ほぼ見ないですね。だからあの不思議やったんですよ。で、それも話しましたね、僕。いや、欧米人プロと韓国人プロのドローとフェーダーの率の割合率知ってる？知りません。知りません。言うじゃないですか。なるほど。え？
でも日本逆やろ、はい、確かに、はいはい、本当っすね、おかしない、はいはい、おかしいです、なんでって欧米人の方が飛ぶわけやんな、そうですよね、はい、買いますっていうところから入ったんですが、はい、皆さんもね、まあ、ここら辺のことはまだ理解していただけてない方なんかはね、右サイドの仕事っていうものはどういったことを言っているのかとかいうところはコンテンツで出していますので、はいはい、レッスン動画ボリューム100やったかな、そうで出してると思います、ね、100やったっけ、101か、101100は手打ち取りや、はいはい、とかで101を買っていただけると、右サイドの仕事ってはこういうことない、ゴルフスイングっていうのは映像に映ってくる結果、連続写真に映ってくる結果はずれてるんや、うん、ってことなんかも理解できるようになってきて、右サイドの仕事が絶対必要なんやっていうか、むしろプロゴルファーはこれをナチュラルにやってんやってことも分かると思うんでね、学んでいただいてね、皆さんの自身のスイングを変えるきっかけになるコンテンツにしていただければなと思いますし、 YouTube 動画見てるだけでもね、WG セットは参考になるんじゃないかなっていうところもあると思う、見えてこへんけどね、さすがにスイング映像なんでズレが見えないんで、ね、はい、ズレた結果が映ってるだけなんで、確かに確かにそういうことです、ね、はい、それを見てるだけであれまでしたってずっと変わらないと思いますけど、まあ、そこら辺はコストかけるか行動するかどうかっていうのは未来のね成功につながるかどうかはかかってると思うんで、それは皆さんが行動するか次第なんで、はい、ここまではいかないだろう、おいやばいって飛びすぎやろはい、ここからは僕がねちょっと報告があります、報告、皆さんに、はい、ご報告が、ご報告です、ご報告があるんです、うちもそんなサムネイルつけようかな、ご報告って昔あれや作ってたけどな、ジュージュンプロとか塩田君とかが試合優勝したりとか、真っ黒の、真っ黒のやってたけど、今回もご報告は何かというと、はい、なんとね僕結婚されますわっ、わっ、腰砕けたわ、何回結婚するの、何回何回もしていい、この国よかったっけ、バレなければいい、多彩性やったっけ、ここそうでした、あ、いいと思います、書類通ります、大丈夫、多彩性でもええけどダメでねということでね、あの、はい、ご報告内容なんですけどね、はい、僕奥田ですよ、はい、なんとね、なんだろう、松さんがやってる、松さんがやってる、はい、松さんがやってるね、松さんが発信してはる、はい、あのスタンド FM、はい、スタンド FM、 僕ゲストに呼んでいただきます、これ聞くしかない、やってやいやいやいや本当です、なんかそういえばさっきやってやで、俺風神プロの話してましたけど出てねえで、風ちゃん風ちゃん一回出てねえで違う違う、これ多分別でもちょっと話しましたけど、はいはい、やっぱり奥田さんを呼ぶってね、はい、そらこっちもしっかり準備して、なるほど、満を持して呼ばないで、失礼のないようにですか、テストっているじゃないですか、やっぱり検証検証検証、あの子検証様子見てってことですからね、それはしっかり今本当に、そうですね、そうなんですよ、呼んでいただき、はい、ありがとうございます、はい、やっと僕もスタンド FM で喋らせてもらったんですけど、はい、いいですね、ちょっとだけ僕感想言っていいですか、はい、僕の感想ね、あれね、珍しくね、ちょっと気を使うというか緊張しましたお、緊張っていうか、まあ、俺緊張せえへんタイプだから、うんうんうん、あれやね、なんちゅう、やっぱ俺の発信のコンテンツじゃないよ、だから好き勝手喋るわけにはいかんっていうのと、ちょっと結構探る、そうですね、マッサンの、 あのいつもの雰囲気を崩さないようにっていうのと、プラス滑舌が悪いっていうのを自分で分かってるから、なんちゅう、 YouTube 上はやっぱ YouTube っていうコンテンツの性質上、はいはい、まあまあ早口で喋るみたいな、スタンド FM はテロップも入れられへんわけ、はいはい、音声やからさ、確かに、いつもの俺のなんで、はい、しゃべるテンポで、はい、で喋ると多分聞き取られへんやん、こいつ何言っとんねんってなるやろなと思ったから、ゆっくり喋ることを心がけたけど、はい、無理やった無理やった無理やっただから、はい、聞き取りにくいかもしれないですよ、皆さん、いやでもそこまで考えた、何言っとんねんこいつと思うとこが出てくるかもしれないんですけど、まあそこはね、もう奥田は滑舌悪いっていうのはもう加味していただいた上で、はい、聞いていただいて、ぜひ、はい、楽しいことなんですけど、はい、聞いてもらえるかな皆さん。いやけど、ね、あのゴルフのことを話しましたね。そうそう、本当にゴルフのこと、はい、雑談じゃなくて、はい、ゴルフの本当にゴルフのゴルフの会話をさせていただきましたね。はい、はいはい、ということでね、なんか多分聞いてもらえるでしょう。だって僕なんかまだ1回もスタンド FM アカウント作って発信してないけど、本当ですね。フォロワー100何人おんも。
すごいですね。すごいすごい。そうですよ僕。もうやっぱ集まってくるんです、ね。ああ、やっぱ引き寄せちゃうんですね。そうそうそう。やっぱりみんな光やからさ。はいはい。やっぱみんなつい。そう光の元にやっぱみんな集まるよ、ね、暗いところに誰も行きたくない。ああ、それはもう本当間違いない。だからよつ、ま、だから多分100人は聞くやろ。はい、はい、そうですね。きっと行くでしょ。きっと行くやろ。はい、一瞬で一瞬で、はい、絶対全員、まあまあ、ということはいいねが100件ついてないとおかしい。おかしい。本当いいねをしてください。ぜひお願いします。そうですね。だから、はい、いいねを多分スタンデーフ俺もたまに忘れんねんけど、あマスターのやつ、はい、すごいたまに、ね、すごい連発できますもん。そうなんですよ。マスターのスタンデーフにたまに5個とか1件いいねをする。どうしたっけ、押すやんか、はい、聞き終わって押した瞬間に、はい、俺前のって押したっけなって気になるんで、でパッて見たら、あ、押してへんわっていうところですけど、マスターあれは良かったですか。いや面白かったですね。やっぱり僕もけどさすがにちょっと緊張しましたね。やっぱやっぱいつものちょっとボスを呼ぶとね。そうですね。しかもやっぱ声のみの中でね、ああいうのってなかなか、はい、だって、はい、そういう別にその道のプロなわけじゃないじゃないですか、僕。まあまあまあ、別素人ですから。俺プロに聞こえますけど。いやいやいや、今は本当にプロそういうねお仕事を。いや、してないそっち系の仕事なんですか。違います違います。国家資格とかってありましたっけ、ああいう仕事。いや国家資格関係ないじゃないですか。あ、そうです。そうなんです。マスター国家資格持ってる人なんで、はい、えげつないだってえげつない国家資格って皆さん多分聞いたらビビると思います。だって日本で何人ですか。いや本当に本当に数えるぐらいだと思う。ですよね。僕なんかコンセじゃ絶対無理です。そらそうや。来世でも無理ですよ。無理無理。自分は来世でもう一回生まれ変わるかどうかわからないから。確かにそもそもそれがあります、ね。そもそもなんていう、ほんまはさ、人生に生きてる間が修行やけど、魂の、はいはい。でも自分の場合は向こうに行ってから魂がもう一回こっちに生まれ変わる前の修行をだいぶつまらん無理だと思うから。まず行く先がさ、いや人とは違うところ。ああ、そうか、確かに確かに。そんな気はしてます。行き先はね、そんな気はしてます。まあでも一番いいはやっぱりなんていうの、人間っていうのは一回人間で生まれてる限りはもう一回また人でしか生まれない。なるほどなるほど。そうそう、はいはい、虫とかでは生まれるから、はい、大丈夫。自分がすぐどっか行ったらすぐに殺そうとするあの蜂とかさ。いやいやいや、あれはやられる前にやると書くんやもんな。そうです。やられる前にやられる。やられたら倍返しでしょ。これがもう家の教えです。ということで、ね、ちょっと今夜の報告はね、はい、僕が奥田がマスターのスタンデーヘムに初出演をさせていただいた、はい、ということなんで、はい、皆さんで、ね、ぜひとも、はい、一回聞いていただいて、はい、お願いします、はい、僕の滑舌の悪さをYouTuber テロップあるからまで聞けるだけですよ皆さん。僕のはでも一応頑張ってゆっくり喋ったんで、はい、ね、一回聞いてもらって、あのゴルフ、はい、YouTube 上では喋ってない会話をさせていただいて、ネタとしてはゴルフの会話で、はい、YouTube 上では喋ってない会話をさせていただきましたんで、ぜひ、はい、ともね、マスターのスタンド FM を、概要欄とコメント欄でね、はい、URL 貼り付けておきますんで、そこから飛んでいただいたらすぐ聞けるので、はいはい、あれアカウント作らんでも聞けますよね。ウェブからでも聞けます。そうですよね、はい、で一応そのゲスト、奥田さんのゲストトークについてはこの YouTube が配信されたのを見てその日かその次の日かに21時に出そうかなと思います。ありがとうございます。まだ今現時点ではもしかしたら出てないかもしれないですけど、じゃあ、この動画が今8時に出たとしたら9時に出てるか、はい、翌日の9時ぐらいですので、はい、出てるかなということだと思いますので、はい、ぜひ聞いてみてください。お願いします。ということで、WGS のチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。お願いします、あと高評価絶対押してもらって、はい、あとコメントもねたくさんお待ちしておりますので、はい、まあ、聞いたFM スタンド FM スタンド FM、はい、聞いていただいた感想コメントなんかもね、あ、はい、あのスタンド FM の方とかあとこっちにもねスタンド FM に書いてもらっても僕見れないじゃんでも書いていただくとマスさんは励みになると思いますので、そうですね、ぜひお願いします、はいはい、よろしくお願いいたしますということで、今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しております。それでは失礼いたします。